石畳の残る現代の白銀坂白銀坂は、鹿児島県姶良市脇本から、鹿児島県鹿児島市群岡まで伸びる石畳の坂道である。2006年7月28日に、カジキ町の龍文字坂と共に、日本国の史跡に指定された。坂のある山並みは、古代から近世における、薩摩国と大隅国の国境であり、戦国時代には、 島津高久や島津義弘といった武将たちがこの坂に陣を構えていた。江戸時代に入ると白銀坂は鹿児島の主要街道である大口筋上の難所として多くの人々に知られるようになった。坂の全長は約4キロメートルであったが、現在ではそのうちの約2 7キロメートルが残っている坂の高低差は3 0 0ル以上あり、中腹には 七曲りと言われる急勾配の箇所もあり、急な坂道部分には石畳が敷くのとは、対照的に尾根状の平坦部分には石段を部分的に設けるのが坂の特徴である。明治6年には、現在の国道10号の基礎となる重富村から龍河水地区経由で鹿児島市へ至る鹿児島湾沿いのルートが開通し、さらに明治34年、 鹿児島駅国部駅間の鉄道開通によって、白銀坂はその幹線としての人々の利用も少なく、なり、次第に忘れ去られ、長年の風水害により石畳も大変傷んでいた。愛良町教育委員会は、歴史的に貴重なこの坂を保存しながら、歴史を追体験できる場所として活用できるようにと、歴史の道整備活用推進事業を実施し、 建設省から平成7年歴史上重要な幹線道路として利用された街道の中で特に重要な歴史的文化的価値を持つ道路として歴史国道に選定された。ありがとうございます。